勝負の終わりとは、劇作家、サミュエル・ベケットによる儀曲、五道を待ちながらの4年後、1957年に初演された。タイトルの由来は、チェス用語の終盤戦。エンドゲームとも呼ばれている。舞台は、薄暗い、ガランドーな部屋。世界は滅亡したらしく、部屋の中のハムは一人でぶつぶつつぶやいたり、家来の黒部を怒鳴り散らしたりして、 日々を過ごしている。ハムは重度の眼病に侵されているらしく、常に痛み止めを必要としているがクロブがなかなか持って来ないので常にイライラしっぱなしだ。ハムの命令でクロブは窓から外を覗いたりするものの見えるのは荒涼とした世界ばかり。ハムもそんな日々にうんざりしている。退屈なのか、ハムはドラム缶の中の二人、ナグとネルに話しかけたりするが、この親子は 性格がそっくりであるため衝突してばかりでなかなか会話が前に進まない。とうとう我慢できなくなったハムは餌でナックを釣り自分が考えた昔話を聞かせようとするがナックは途中で眠り込んでしまう。ハムとクロブの会話が進むうちにクロブの蘇生がぼんやりと明らかになってくる。しかしネルが死んだことで話は宙に浮かんだまま、とうとうハムとクロブは喧嘩別れしてしまい。 クロブは出て行ってしまう。一人になったハムは空虚な胸の内を語り、死を決意する。そこにクロブが戻ってきた。クロブはハムの嘆きに耳を傾けるが、近づこうとしない。ハムが嘆きを終え、ハンカチを顔にかけたところで巻く。五道を待ちながら、もう一つ章ぐるぐると循環しているような構造の話ではあるが、この主人公たちには救いがあり、 小さいながらも希望がある。しかし、この勝負の終わりのキャラクターたちには希望も何もなく、ただひたすらに終焉を待つ末期患者的な雰囲気が付きまとっている。話が進むうちに、おかゆ、自転車、痛み止めと次々に物がなくなっていき、状況はますます悪い方向に向かって降下していく。この状況は、地図の終盤になぞらえられているとも言われており、 亡くなっていくものは取られた駒を意味しているという説もある。ありがとうございます。